もどうも。私の苦手な遠距離タスクをやる時がついに来た。今回は初話で 100m 必勝を狙っていく。と言っても私狙撃ポジで待つってのが苦手なので、外周を移動しながらチャンスが来たら狙うって感じで行こうと思う。狙撃は苦手で遠距離タスクは全然進んでないから、装備差でどうにかしてやろうって。くはぁ、いや撃ちすぎ。何この銃声、怖いんですけど。リコイルスキル上げするなら自殺しないで、私のタスクの肥やしになってくれぬか。どこにおるのかわからん。見えませぬなぁ。あと夜に PMC 切るってタスクもあるから、それもついでに進めばいいなって感じ。この鍵開ける音いつになったら治るんですか。あれは焚き火ですな。おん、あれは人ですぜ。下手下手、ゴミアホ。落ち着け落ち着け、マジで。よし、もう一人も逃がすな。お、ちょっとちょっと、お友達前来たら危ないよ。多分二人ともやれたっぽい。 100m ヘッショ行ってる。マジでまぐれヘッショ、ありがとうございます。ほんじゃあさりに行こう。デイリーがあるとはいえ付き合ってくれたお友達に一人目はプレゼント、二人目は弾丸 MV と M1A。 でかいカバン嬉しいね。お、M61 じゃん。いいねいいね。なんか最近装備とか武器よりでかいカバン持っててくれた方が嬉しいってなるの、なんでだろう。よくわからんけど、カバン小さいとちょっとがっかりしちゃうし、カバンって案外大事よね。はい、悪い予感的中。 M61 は最初の5発だけ。まあ M61 高いし、しゃあないか。ほんじゃ6波の方にでも向かいますか。6波まで来たよ。煙は出てないから脱出できなそうだねー。初話はここで出れないと脱出がめんどいよね。マップの中央にインチェのセーフルームみたいな脱出口欲しいよね。スナイパースカブくんが死んでいる。一人はさっき私がやったけど、もう一人はすでに死んでいた。周りに人影はなさそうだし、さっさと渡っちゃいますか。お友達さ、ブルーのレーザーつけてる？いや、つけてないよ。今さ、なんかブルーのレーザー見えた気がするのよね。ほらほら、やっぱぬわあ。とりあえず避難。こっぱー。お友達がやってくれたみたい。びっくりしたー。とりあえず回復しよう。回復とか玉込めとかもろもろ終わらせたし、もうさっさと出よう。出口はトンネル、壁沿いに走ってたら着く。ちゃんと索敵して、さっきみたいなことをできるだけなくそう。待って待って、なんか足音多い。え、嘘でしょ、本当に。私には聞こえないけど、その辺グレでも投げてみよっか。えいやー、特に聞こえんな。もう逃げたか。おんおん、逃がさん。
やれたっぽい。使ってみて思うけど、相手が IR だと外周で接敵したら、逃げるのも大変ね。ただ室内だとマジで使いづらいから、閉所に逃げ込むのがいいかも。せっかく倒したしあさりに行くよ。リゾートは相変わらず激しいね。夜でも賑やかなリゾート。むしろ夜の方が賑やかかもしれない。死体どこだろ。この辺だったと思うけどなぁ。あれ？見当たらんな。マジでどこ行った？もっと上の方かな？うっつでもそうだけど、夜 IR で倒すと死体を見つけるの大変。は？あなた誰？生きてるの？死んでるじゃん。なんか座禅組みながらお亡くなりになってる。なんて信仰心のあるお方なんだ。あれ、これ私倒した人？本当に？明らかに仰向けに倒れ込んでたよね。いつ起き上がったの？もうハロウィンはとっくに終わったよ。とりあえず詰め込めるだけ詰めて、さっさと帰ろう。持ち物からして、外周スタッシュあさりをしてきたっぽいね。相変わらずパズルが下手で時間かかるなぁ。ってことで帰宅。お次はうっつ。100m接触と、タルコフシューターパート8を終わらせに来た。キルだろうがなんだろうが、もう IR を手放せなくなってしまった。もうすぐはいくつそうだし、あるもんはどんどん使っていくスタイル。こんなに IR ばっか使ってワイプ後に、私は果たしてアイアンサイトで戦えるだろうか。いなぁ。あるもんで戦うしかねえんだよ。アイアンサイトだろうが頭に当てれば勝てんだよ。ってことで今は金に物言わせて戦うんだ。ロストしようがタスクが終わればいい。金なんかまた稼げばいい。オラオラー、銃声が鳴る方にどんどん行くぞ。ってなわけで、イモっております。いや違うんです。これは戦略的攻めなんです。スナイパーで近距離戦えるほど、私は上手くないので、医療キャンプから出てくるであろう。敵をここから先に見つけて、倒すというアグレッシブな。いわゆるこういうことです。あれは PMC ぽかったけどどうだろ。お、PMC だ。あと二人。アサリにはいかぬ。アサるのはタスクが終わってからだ。伐採で銃声がしたと思ったら、医療キャンプで銃声がして、どっちに行くか迷ったけど、医療キャンプは中にいられると、狙いづらいしその後伐採方面に来るだろうしで、先に伐採に来たよ。お、いたいた。アームバンドつけてるから PMC で間違いない。落ち着け。チャンスを待て。ここだ。今のは完璧だった。一応やれてるか確認。よしよし。あと一人。さてこれからどうするか。伐採内にはまだいそうだけど。銃声鳴らしちゃったし。カウンタースナイプが怖いね。あれは、人じゃないね、電気だね。
にはもういなそう。さっき修正してたし、医療キャンプの方に行ってみるか。タルコフシューターパート8はやる気が起きなくて、今まで全然やろうとしてこなかったけど、あと1キルってとこで失敗しちゃうと心折れそう。できれば一発クリアして楽になりたい。医療キャンプ周辺はいなそうだね。まだ中にいるか、もうどっかに行ったか。どうしようかな。医療キャンプは逃して中に入られるとめんどくさいんだよな。うわあ、近い近い、いつからいたの。この距離は大乗りショットするしかない。お願い、当たって。なんか銃声2つ、2人いるんか。でもここで引いたらタスクが終わらない。私は行く。おらあ、タスクさえ終わればこっちのもんよ。一旦引きます。どうせなら行って帰りたい。この距離ならば。え、別所じゃないん。うわあ。一発目も二発目も別所だと思ったのに。相打ちか。やれてないんかい。